はい、こんにちは。森のワークベンチのザーキョンでございます。それでは CB404 ですね。これを、今日は、見えるかな?ここのとこですね。まあ、フレームにタイヤとか収まっていくと、こっちまでいけるかどうかちょっとわかんないんですけど、ちょっと厳しいかな。でですね、インストでは、はい、インストを見ていただくとこうですね、あのフレーム、左右のフレームで、まあ、エンジンを挟み込むような書き方がしてあります。で、なんとかね、この、まあ、フレームの、ここの部分ですね、前の方に合わせ目ができちゃうんですよ。特に、下向きのフレームですね、ここのフレームは前から合わせ目がまともに見えちゃうんで、なんとかその合わせ目を消したいなっていうのがありまして。で、できそうです。まあ、こんな感じでね、フレームを仮組みしてやって、エンジン、エアクリーナー、ねじ込むことができました。で、後ろからバッテリーも入れられますね。ただ、フレームにこういうパーツがくっついてきた時にどうなるのかなっていう部分があるんですよ。これどうやって見ればいいかな。細かいパーツを接着しちゃうとまずいので、仮止めができるかどうか。ちょっとこれもね、ぐるぐる回しながら入れないと簡単に、こうパコッと簡単にはまるわけではないですから、どうしても角とか引っかかりますので、そういった部分をうまく回しながらね、抜けないもんね。ただ、まあやってるとなんかのあれでね、スコンってはまるんですよ。落ちない。はい、取れた。ちょっとその細かいフレームのなんだろう。いろんなものを乗っける。枝フレームって言っていいのかな?ちょっと合わせてみるか。はい、大丈夫そうですね。なんとか入れられるので、まあ、この50番と57番と、64番。これを先にフレームにくっつけちゃいます。まずそのためにはフレームをね、左右合わせないといけないので、それからインストだとね、このパーツをここにくっつけて、で、それから入れましょうみたいな感じなんですけど、この順序で作る場合は、もうこっちに接着しちゃった方がいいですね。で、これがね、ちょっと、そのシートフレームが左右に広がっちゃうんで、一応テープで仮止めをして、仮止めというかテープでね、広がらないように止めてやって、で、接着した方がいいですね。接着剤がね、固まるまでの間に広がってっちゃいますから。それから、フェンダーですね。フェンダーの組み立てをするんですけど、メッキパーツをどうするかなっていう部分ですね。このゲートの跡があんまりにも表に出るようなら塗り直さなきゃなんですよ。特にフェンダーに関してはね、まあだから実写でメッキのやつはできればね、このメッキを活かしたいんですけどね。で、ゲートもできるだけこう、
目立たないところにあることはあります。あんまり広くね、こう、ヤスリをかけると、表側、上の方のメッキが剥がれちゃうので、もう本当にゲートの出っ張りだけを削りたいんですけど、とりあえず使えそうですね。で、一応ここね、例の、メッキマーカー。メッキマーカーで復旧しときますね。はい、ですね、とりあえず、合わせ目を消しました。まあ、こんな感じですね。これが、フレームの、まあ、ここのとこにくっつく、なんだっけ、イグニッションコイル。うん、イグニッションコイルですね。それから、あとは、リアサスも、組み込んでいくので、リアサスに関してはメッキを剥がしました。で、これはメッキ調の塗装をしていきます。あ、で、フレームの方には、サイドスタンドを、上げて固定ってことなんでね、上げた状態でもう接着しちゃいました。これで塗装できますからね。じゃあ、とりあえず色を塗ってきます。はい、塗装を終えてきました。一応ね、この細かいとこも、塗り分けてます。まあ、塗り分けてるというか、これはなんだ。シャフトを、こっちと同じ、スーパージェラルミン2ですね、クレオスの。で、塗って、なんだこれ、ステー、リンクの方は、普通のシルバーです。まあ、あんまりわかんないか。で、それで、メッキ調塗装ですね。リアサスペンションのパーツ。ガイアの、なんだっけ。スーパーミラクルプレミアムミラーですね。で、これなんですけど、非常に剥がれやすい塗料なんですよ。どうしようかな。これ、このあたりはちょっと措置をしてね。まあ、後で詳しく、液パイのところでやるんですけど、こういう、ガラス用の液体フィルムですね。3H でちょっと少ないか、足りないかもしれない。もっと高い、硬さ、硬度。なんかこの H っていうのは、鉛筆の H らしいんですよ。3H 相当の硬さらしいです。で、これを塗ってね、保護してやります。どうしてもクリアだと、このメッキ感がね、なくなっちゃうんですよ。あとフレームですね。このフレームのボルトがいっぱいついてるんですけどね。そこはクロームシルバーで、ボルトの頭を塗っておきます。フレームの側にね、ベローっと広がっちゃうと嫌なんで、ギリギリまでは塗んないですよ。リアフェンダーのパーツは基本的に、メッキを剥がしたくなかったんで、まあ実写でもね、結構きらびやかに使ってるとこなんで、ブレーキランプですね。まあ、車でいうところのリアコンビネーションライトなんですけど、これがね、一面ずつっていうか、こう、色ごと塗り分けじゃないんですよ。この違う色の、パーツをくっつけていくということですね。で、接着はね、メッキパーツも含めて、エポキシ接
着剤を使うんですけど、まずこれ合わせてみないとね、これあれですよね、リフレクターなので、一応リフレクターっぽい、こう裏側にね、モールドがされてるんですけど、これさらにね、裏側にアルミ箔、アルミテープ、ああ、ただ手持ちのアルミテープ、裏側が艶消しだからな。アルミ箔をつけてみますか。5分硬化タイプのエポキシ接着剤でくっつけます。で、まあ単純にね、こっち側だね。光ってる方だね。パーツの裏側を、こっちだね。まあこんな感じで、押し付けてやると、モールドに、裏側のモールドに密着するので、でこれで硬化待ちですね。だから、またここで作業が止まってしまうんですよ。しょうがないね。エポキシ接着剤ってこう、落ちちゃうんですよね。粘度があんまりないんで。ポロリがありますから、この赤い方のパーツの、この接着面が、まあ、浮ける形にはなってるんですけど、小さいです。オレンジ色のパーツがちっちゃいんで、中に倒れ込んでっちゃう。まあ、こんな感じですね、リフレクターは。いや、ちょっと無謀だったかな。はい、じゃあこのパーツはね、もうこれ以上は触れないんで、この状態で硬化待ちですね。じゃあエンジンをとりあえず乗せていきますか。大丈夫かな？入った。この状態で下の4本エンジンマウントに、エンジンマウントに入らない？あ、入った入った。3箇所止めて、1箇所は硬化後、硬化して、接着剤固まってから無理やり入れますか。あんまり良くないね。2箇所ずつ行くか。後ろは大体のところに、大体近く。マウントの近くには行ってるんで、前2本をこれで固定しちゃいます、まず。なかなかパッパッと進まないです。これはもう固着したかな。動かなくなったから、これの続き。はい、ではキャブレターを。ちなみにリアフェンダーね、どうしても広がってっちゃうんで、
こういう感じでテープで固定してエポキシ接着剤の効果を待ちます。なんかね、こうまっすぐなっちゃって、なんかリアフェンダーがね、思い切り上が上がっちゃうと、なんかちょっと違う人たちのバイクになっちゃうんで、いや、これキャブレター炭入れたけども、エンジン炭入れてねえな。E 入るかな、 E 入る。いや、仮に入れた時はこれエンジンね、固定されてなかったから、した。ああ、エンジンが外れた。そっか、エンジンつけるときにキャブレターも一緒に放り込んどかないとダメだわ。この中に置いて、で、エンジンをくっつけて、そのエンジンにキャブレターをくっつけるって順番じゃないとダメですね。はい、一晩置いときましたので、まあ、固着してるでしょう。で、ここに今度はキャブレターをセッティングしていくと。これもあれだね。メンソフで使って接着剤を流し込んでいきます。あ、見えないわ。上からの方がいいか。キャブ側だね。実際はこれがエアクリーナーですね。今くっつけたのは、どうなんだろう。ファンネルが来て、まあいいや。で、これがね、2箇所の穴に入れなきゃいけないんで、わあ、これもまだキャブレターしっかりくっついてからでもいいかな。なんかその方が良さそうだね。いや、また乾燥待ちだわ、これ。キャブレター動いちゃうもん、まだ。もうちょっとしっかり固着してから、いきますか。じゃあ、次っていうか、それでは、また。